本日も見える旅ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、近鉄全駅シリーズの大阪線をね、引き続き乗車していこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。それではですね、前回下田駅で終了いたしましたので、こちらから大和朝倉駅の各駅停車に乗車していきます。続いて到着しました駅は五位堂駅でございます。こちらはですね、大阪の鶴橋を出た快速急行が一番最初に停車する駅でございます。こちらがですね、五位堂駅の北口でございます。このようにですね、ロータリーとバス停がございましてね、おそらくメイン口になるんじゃないでしょうか。こちらちょっと歩道橋みたいなんがあったんで、そちらから撮影しています。先ほどですね、この映っている下のところからね、撮影をしていました。こんな感じになりますね。こんな感じですね、駅名が立派にね、書いてございます。こちらが反対の南口になりまして、近鉄のね、研修車庫へはこちらの出口から出ることになります。こちら教場の駅舎なんですけど、ファミリーマートとね、ゆうちょの ATM がね、改札の外にございます。駅構造はですね、2面4線の対比可能駅でございまして、停車列車はですね、快速急行までの列車が停車します。こちら進行方向大阪方面側なんですけども、あのようにね、五位堂の研修車庫もございます。そして続いて到着しました駅は、大和高田駅でございます。こちらの大和朝倉行き区間準急に乗車してきました。ご覧のようにですね、駅は2面2線の相対式ホームとなっておりまして、一部のね、特急列車も停車する駅となっています。こちらがですね、大和高田駅の正面改札でございます。メイン改札はね、1階にございます。このようにね、ミスタードーナツとかもありましたね。こちらがね、駅正面でございます。奈良県の大和高田市の中にある駅で一番利用者数の多い駅となっていまして、実質的にね、こちらの大和高田駅が中心なのかと思われます。またね、南大阪線に高田市駅も近鉄はございます。こちらですね、2階部分になるんですけど、大阪方面行きのホームとね、直通している改札がございます。それではですね、続いての駅に向かいたいと思います。大阪上本町行きの区間準急に乗車していきます。一駅ね、戻りたいと思います。続いて到着しました駅は、築山駅でございます。こちらの築山駅はですね、2面2線の相対式ホームとなっていまして、準急までの列車が停車します。築山駅はですね、改札口は1箇所になりまして、こちらが改札口でございます。
駅はねこんな感じになっております。それでは続いていきます。大和朝倉駅区間準急に乗車していきます。続いて到着しました駅は松塚駅でございます。大阪難波駅のね特急伊勢志摩ライナーがねさっと通過していきましたね。駅構造はですね相対式の2面2線ホームで、準急までのね列車が停車する駅でございます。改札口はね1箇所となっていますので、このような形で大阪方面はですね地下通路でホームに結ばれている形でございます。こちらが松塚駅のね正面でございます。で駅の周りはですねこんな感じでございます。こちらですね奥に見えますのはイオンモール橿原でございますね。ちょっと分かりにくいんですけどあんな感じでございます。続いて参ります。大和朝倉行き準急に乗車していきます。続いてですね到着しました駅は増賀駅でございます。駅の構造はですね相対式の2面2線ホームでございまして、準急までの、ね、列車が停車する駅でございます。で、こちらただいま撮影していますのが、北口でございますね。で、こんな感じで地下通路でね自由通路がありまして、改札はこんな感じになっております。でこちらが反対の南口でございます。このようにね自転車置き場とかございますね。でこちら前方ですね新しく作られたアスファルトでしょうかね続いているんですけど、何やらちょっとあるみたいなんですけど、こちらはですね2月28日開通予定となっておりますね。この日はね確かまだ2月下旬だったんでね、こちら通れるようになるみたいです。それでは続いて参ります。大和朝倉駅区間準急に乗車していきます。そしてですね到着しました駅は皆さんご存知、大和八木駅でございます。こちら大和八木駅の大阪線ホームです。
2面4線の対比可能駅となっておりまして、名阪高特急火の鳥と、阪井高特急伊勢志摩ライナー以外の列車が停車します。ちょうどね、大阪難波駅特急火の鳥が通過していきます。火の鳥もね、一部は停車します。でこちらがですね、大和八木駅の伊勢中川方面でございます。こんな感じでございますね。ちょうどですね、名古屋駅特急火の鳥が入線してきました。この後ですね、近鉄特急2大看板の列車がですね、この大和八木駅で、顔をね揃えることになりますのでね、ぜひ皆さん注目してご覧ください。この到着しました火の鳥は17時51分発の名古屋駅特急火の鳥です。で続いてこちらですね、もう間もなく入線してきます。こちらですね、はい、来ました。こちらがですね、17時51分発大阪難波駅特急しまかぜでございます。このようにですね、大和八木駅ではですね、土日ダイヤ限定なんですけど、このようにですね、しまかぜと火の鳥がね、顔を合わせるダイヤになっております。こちらはですね、また別の日に撮影したものになります。ここからはですね、私余計なことは喋りませんので、皆さんね、ぜひご堪能いただけたらと思います。それではね、どうぞ。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き近鉄シリーズやっていきますので、よろしければ皆さんチャンネル登録お願いいたします。